世に幾多の妖刀あり、それはひとたび抜かれれば血を吸わずにはおられぬ刀。妖刀に惹かれし者らの運命は果たしていかなる結末か。桃姫は東から西へ、キスケは西から東へ、元禄を舞台にする二つのお話。旅の道中で出会うは敵か味方か、爽快感を徹底的に追求した縦横無尽ノンストップ剣劇アクション、ついに見参。迫る悪鬼をひらりとかわし、電光石火の剣撃乱舞、初心者安心無双モード、つわもの歓迎修羅モード、2つのモードで大暴れ。108本の妖刀に秘めたる奥義を解き放ち、行く手を阻む魑魅魍魎、迎えてこれを切り捨てん。おぼろ村正。